はい、今これ柴田さんのいただいた T シャツなんですよ。そういやもう一回も見せることもなくね、ね。で今日何が話したいかって言ったら、まあ柴田さんこれなんかね、そうそう柴田さんの云々っていうよりも Google YouTube の機能でこの他の方の YouTube を、紹介したりした時になんかこうメーションとかなんか言ってそれをなんか知らしめることができるっていうことなんで、ちょっと新しいことを発見したんでやってみたいっていうことと、どうせだったらね、私 YouTube でってやっぱり一番ね影響力があるのはまあ柴田さんなんでやってみようと。ただ柴田さんはこの懲役猫太郎のことは知ってないんじゃないかなって、私もあえて言ってませんもんで、これどうこうとかいうことはしてないんで、今回ねちょっとお話ししたいのは、その柴田さんが地上波の、バラエティのそれもゴールデンタイムに、ナダルさんと出たんですよね。私もそれ見てますし、そのやり取りも見てて、その柴田さんが非常に最近ねいい人キャンペーンかわからないですけど、すごくねいいことを言ってるんですよ。今回のことじゃないですけど、やっぱり子供、どんどん子供も幸せになる権利があるっていうことをね、あの方が言ってらっしゃるっていうか、妙に説得力があるというかね、まあそれをまた実行していこうとしてるんでしょうね。そしてもう一つはその YouTuber とお笑い芸人さんのことに関して、その、お笑い芸人になるために学校に通い、いろんなコンテストを何度も何度もクリアしてやっていって、結局年齢もナダルさんと柴田さんは近いんですが、そこに来てまあ地上波でね出るということになれば、それはナダルさんが当然芸人さんとしてはテレビに出てる人は先輩なんですが、収入面あるいは YouTube として見た時にはもう格段の差があるっていうことをおっしゃってまして、まあ実際ナダルさんもそれは認めてるんですよね。じゃあナダルさんの YouTube チャンネルがどうなんだって、全然ダメかって、もう20万人超えてるんですよね。はい、まあ私のね、この懲役猫太郎チャンネルから見ればやっと1万なんですよ。やっぱりもう本当に20万人なんて夢のようで、本当にね羨ましいんですね。すごいな、やっぱり芸人さんすごいなね、それだけの知名度もあって、コンテストで優勝してね、それで20万、結構再生数もね、10万いってるのもあるしね、なかなか、いやもうこの話になっちゃうといかんぞいかんぞ、そうだそうだ、もうオチ言いますよ、そうだ、なんとね、私懲役太郎チャンネル日に1000人登録でもう27万5000人いっておりますね。何のキャリアもない、何の知名度もない、ただの50過ぎのおっさんがもうね30万目前ということで、どうだ芸人、見ろ芸人どうなんだということで、柴田さんを振りに使っている、俺柴田さんの T シャツやばいよね、この T シャツね、これやっぱり私も出せないなと、もう半年以上前にもらってるんですけどね、もうこれをこういう人だぞっていう、こういう人だぞっていうことで、まあ皆さんがどう思うかあれなんですけど、これだぞ、こういうデザインしちゃったんだぞ、それを売ってるんだぞっていうことで、はい、そういうことだよね、ね、はい、わかりました、以上です。